見たい魚はい見たいでしょ。いや、釣ったから来いって言われたんで。いや、まあまあ、うん、マッコイも呼んだんですよ、はい、今日ちょっと海釣り行ってきて。今日行ったんだ2人で、4時半から。だから言ったでしょ、あんぐらい行かないと釣れないって。朝行かないと、魚は。そうですよね。そうですよ。朝行かないとって、そこバカみたいな。この間昼来たんですよ、俺のところに。お前午前中って言ったから11時半に行っただけじゃない。昼だろう、だから11時半って。午前中からあるわ。喧嘩してないでください。じゃあ見ようよ。行っちゃうんすか。うん、うわ、見て、結構いろんなジャンルが、うん、行きます。うん、うわ、なにこれ、深海魚みたいな、気持ち悪い。これ結構高級魚らしくて、うん、釣ったの3匹。そんなもんなんですか、魚釣りって。そんなもんってなんだよ。いやいや、朝から行ってなんだお前、そんなもんって。すっごねーと思って。ヤマさんどれ釣ったんですか。俺だからヒラメ。ヒラメとこれ1匹です。2匹釣ったんです。うん、たったたったってか、お前が。え、で何時間やってたんですか。5時間。5時間で。あ、そんなもんなんですか。まあ、そんなもんだよな、あれ。食べようよ、したら。はい。で、あとだから調理できるのが、うん、あのもう林がもう。そうなんですか。うん、僕実家が料理屋で、うん、役者やってます。役者、役者やるよ。じゃあ、ブリから行きますよね。うわぁ、お前ちょっとやめろって。見して、なんだよ。ちょっと見して。ダメだって、お前入れろ早く。糸引いちゃって。 OK 早く。大きさ取りたいんだ、松本君が。 OK よ、マジで。松本君が大きさ引いちゃってるから。 OK よ早く。大きさ取れない。大きさが取れないんですよ。お前いい加減しろ、早く取れよ。痛い痛い。林くん、ちょっと大きさ早く。一回つけて、ここに。もうダメだって、お前つけたら。お前もう本当ダメだ、もう帰れ。だって松本君大きさ取りたいでしょ。はい。やめろよお前、もうほんと。こんな感じだね。お前もう覚えとけよ、お前の家もほんと。お前もそれやるんだったらな。こんな感じだね。お前もう分かった。50ぐらい。50ぐらいで、ね、お前もうやるな。60。お前もうほんと、お前んち6じゃない、すごいことになるからな。すねー、滑るこれ。林、はい、ありがとうございます。いや、いいっすね。これ、どれで拭けばいいですかね。きったね。どれで拭けばいいですかね。あるか、拭くもん。まこさん、拭くもんなんかないっすかね。拭くもん。はい、これは。お前やめろよ。お前やめろや。これお前、ほんとやめろよ、お前。これだって、大きい怒ってんじゃないっすか。お前、手も汚いんだ、ほんとやめろよ、マジで。手は拭いた、ちゃんと拭く。やめろよ、トイレで拭きました。トイレで。マジ終わり、マジ終わり、マジ終わり、マジ終わり。初めて聞く。マジ終わり、マジ終わり、マジで終わり。行きましょう、トイレ行きましたよ。いや、マジで終わり。もうダメ、もう魚なんて、もう本当。魚なんてダメ。マジで終わり、もう終わり。そんなさ、マジ怒りされたらさ、 YouTube 逆に跳ねるの。山本マジ切れって。松本くん回してるの。はい。山本さんマジ切りしてっからさ。すいません、完全に熟れました。こんなんでマジ切りしてさ。お前、布団まで持ってきたじゃないか。あれはやるわけないでしょ、こうやって。あれしかねえんだから。あれ、そんなんさ。暴れん坊慶長、これも刺身もいけますし、本当は寝かした方がうまいんですけど。寝かしとるじゃないか、ずっと。だってあの、なんだろう、しゃぶしゃぶみたいな感じで。ブリしゃぶ、そうなんですよね。でも油がまだやっぱりわらさはないんで。これ腹割るとなんか出てくるんじゃないですか、血とか。出てくるんじゃない。いきますよ。本当にできるのか。お前やめろぞ、ブリャブシャーっていうやつ。出てきた。うわあ、なんかいる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 。どれどれ。ほんとだ、これ多分この中、これ胃袋なんですよ。うん、これ多分中いますよ、なんか食ったもの、食ったもの。ほら、うわぁ、ほら、うわ、これ山さん食わせた味ちゃいます。これ、これが、これをかけて、うん、これをかけたんですよ。消え去だ、はい、山さん、山さんの。うわ、すごいね。これ焼いたらうまいんじゃないの。カブト、何乗ってないんですか、今日。山さん全然乗ってないですね、うん、だって家で料理されるのが一番嫌なんだよ、多分。あの、匂いがある。あ、そうなんですか。そうなんですか。だって家で魚焼いたことない。山さんがでもやろうって言ったんじゃないんですか、これ。こんなになると思わなかった。
あ、こんなになると思わなかった。こんな記者役になると思わなかった。お、山さんやる気だ。ここを、この赤いところをこの骨が真ん中にあるんで、これをこうやって切ってください。そう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 、もうちょいか。これこの、これに沿って赤い。そう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 、うまいうまい、いけるじゃないですか、山さん。似合いますよ、寿司三昧みたいな。あ、すいません。できましたよ。よっ、ねえ。まずはいただいたほうぼう、これは塩焼き、塩焼きですね。いただいたんですね。で、これはぶり大根、ぶり大根、うん、で、これがあのヤガラ、あのピンクのの刺身、あの気持ち悪いやつね、うん、はいはいはい。で、これがブリ、そしてこれが私の釣ったセットですね、ヒラメと。で、これ縁側です。いやー、乾杯しますか、とりあえず。とりあえずね、乾杯。お疲れ様でしょう。よいしょー。これすごいですよ、うまそうな市場。うわー、ヤバさん、さっきまで生きてたでしょ、これ。これが、うわ、どうなのよ。うまいね。うまい。おぉ、生きてた。うん、ほら、すごい、ほら、松本くん、あー、これうまそうっすね。いや、でも、ブリもうまいよ。うまい、うまい、うん。あ、うめえ、これ、ほうぼう。苦労しないとさ、何でもこうやって食べれねえってことは分かったろ、山田。なあ、そういうの分かんないで、生きてるよりこうやって、苦労して、起きて、こんぐらいの食事ありつけるって。お前、ほうぼう一匹食うなよ、じゃあ。あれ、あ、結構でもあっちいますね、この人数だとね。うん、山本さん、13,500円ください。あ、暑い。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。うわ、すごい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 。13,500円。何だったの。いや、だって絶対足りないでしょ、だってこれ魚魚これしかないんだもん。腹減るよ、俺だって。もうちょっとパーティーっぽくした方がいい。おい、いや、それは許してよ。だって少ないもん、山さん。だって今待ってっから。男気だ。いや、男気考えたんだろ、お前が。もうそれはそうですけど。いや、男気だよ、おい。ちょちょ、おい、早く早く男気だよ、おい、あつ。俺も当たり前だろ、男気だろ。それはディレクターもやんないとダメだよ。はい、男気じゃんけん、じゃんけん、ほい、あいくん、ほい、あいくん、ほい、あいくん、ほい。ちょっと、俺これ知らへんんですけど、これなんすか、ヤマさん。一番年下っすね、ヤマ。男気だから。男気だよ、おっしゃら。おい、いくらっすか。1万4000円から。お、すげえわ、すげえ。ちょっと、なんだ、早えよ、お前、もう。クリスマスじゃないですか。なんなんだよ。だって、魚が少ねえんだもん。もっとさ、正直あるのかと思ったもん、俺。俺だってびっくりしたもん、こんだけかよって思ったら言えなかったけど。二度とお前はもう、呼ばない。もう何があってもお前二度と呼ばないよ。悪の根源だよ、お前が。俺、よかねじゃん、こんな。お前はもう悪の根源よ、お前はもう、ほんと。食ってんじゃん、結局、だって。悪魔だよ、お前はもう。食ってる、食ってる。食ってんじゃん、結局は。